月岡隆史5月15日体は、日本の石油実業家、井出光興産特別顧問、元代表取締役会長、中東調査会顧問。2018年には、第21代石油連盟会長に就任。井出光出身の石油連盟会長は、井出光圭介、石田正美、井出光祐治、阿手尾明彦に続く史上5人目となった。石油連盟新会長に、 月岡氏、選ばれる、石油産業を目指す燃料輸出新聞インク、産経、デジタル、新トップ、井出光興産社長に、月岡隆氏国際業務に通じた、販売通。3期ビス、2020年5月15日閲覧。井出光興産、木東氏の社長昇格発表、月岡氏は会長に、日本経済新聞、2020年5月15日閲覧。 井出光光さん、月岡会長と亀岡副会長が退任6月25日付、特別顧問に、日本経済新聞、2020年5月15日閲覧、日経クロステック、水穂 FG、石井氏が取締役退任へ、グループ CIO として、システム統括、日経クロステック、2021年8月19日閲覧、ありがとうございます。